はい、飾りです。今日ははま寿司の大盛り弁当5品と、あとは食べたい、セブンイレブンで買ってきたおにぎり、うどんと、あとスイーツを爆食いしたいと思います。まあ、この量に関して大食いって言えるのかどうかっていうのは、まあ、賛否両論あるかなと思いますが、僕の中では、かなりの量なので、今日はこちらを爆食いしていきたいと思います。いや、もうこの海鮮丼めちゃくちゃうまそう。もう最高の、幸せですね。それでは食べていきたいと思います。ではいただきます。まずはこのマグロ丼ですかね。いや、めちゃくちゃうまそう。まあ、見てください。もうこのマグロ、赤身、ビンチョウマグロと、あとこのネギトロですね。もう超うまそうですよこれは。ご飯は大盛りです。はま寿司さん、基本的にはお寿司で食べに行くんですけど、この丼でね食べるのは僕初めてなので、うめえ、うまい、もう幸せ、うまい、マグロは本当に最高ですね。あと、このこちらのご飯なんですけど、これ酢飯じゃなくて普通の白米ですね。ビンチョウマグロって脂乗ってて最高。うまっ。この海鮮丼っていいですね、やっぱ。僕どちらかというと海鮮丼は酢飯よりかはやっぱ白米の方が僕好きなので、これはうまい。ネギトロうまうまいな。次の海鮮丼ですね。こちらはイクラとサーモン、マグロ、卵と、あとこちら赤エビとイカですかね。こちらも贅沢な丼ですよ。具材が入ってるとやっぱ美味しさが増しますね。普段こうイクラを食べるときって大食いのなんかチャレンジメニュー一回やったことあるんですけど、大体こうイクラってこうプチプチ感がやっぱ美味しいんですけど、大食いのときってフードファイトでやってるときってそのまんまイクラの粒ごと飲み込んじゃうんで、イクラの味がね
わかんなくなる時があるんですね。でもこうやって味わって食べると、もうすごいこのイクラのね、美味しさがもう最高ですよ、本当。この赤エビ、エビもプリプリ、次の丼はですね、マグロ、ビンチョウマグロにサーモン、ネギトロですね。もうサーモン大好きなんでめちゃくちゃうまい。次はね、この炙り丼ですね。もうイカとサーモン、あとビンチョウマグロに赤エビですかね。この炙りは香ばしさが増すんでうまいですね。最後の海鮮弁当、卵、マグロ、サーモン、イカに赤エビ、あとタイとイクラですね。これめっちゃ贅沢丼。前回ですかね、あのデカ盛りハンターの、収録、見てくださった方、まあいろいろとね、今、木下さんと、ガチなチャレンジに挑んだりとか、あとは対決ですね、あのお寿司の対決やったんですけど、まあ、今回、何度か、新潟の、
おしんさんがやってる焼肉チャレンジ、成功したんですけど、まあ本当にまだまだ100万円っていうかなり長い道のりになりますが、多分ね、まあまだ来年いっぱいかかるんじゃないかなってのは僕ら木下さんとも喋ってたんですけど、でも本当にやっててすごい楽しいですね。本当に、日本でも最強と言われる木下さんと一緒にこうタッグを組んで、一緒にこう回れるっていうのが、あとお寿司の対決で、まあ、今回僕いろんな種類のネタとかサイドメニューとかも食べたんですけど、最初のね打ち合わせで、まあ、木下さんと話してて、もう僕は、まあ、今日はイクラしか食べないですっていうのを聞いた時に、もう僕は一言もう思ったのが、あ、僕今回もう絶対イクラは食べないって決めてました。やっぱり今回は勝負なんで、なるべくその木下さんがこれだともう本気で挑めるっていうのを聞いた時には、もう僕は木下さんの記録を伸ばせれるように僕は、いくらは絶対食べないっていうふうに決めてました。なので僕はもう本当にできるだけ自分がまあスコアも伸ばせつつ、このまあ好きなネタで食べようかなっていうふうに決めてました。だから今回お寿司の対決で本当に木下さんを頼りに勝負に挑んでたんで、まあ、そういうところでは僕今回木下さんにだいぶ助けられたなっていうのは思いました。まあ、デザートは最後と行きたいところですが、ちょっと我慢できないんでデザートをいただきたいと思います。まあ、あ、ちょっと破っちゃったんだけど、ふんわり生どら焼きですね、セブンさんです。こちらね、どら焼きで生クリームとあんこがぎっしりと入っております。今僕セブンさんで一番ドハマりしてるこのスイーツなんですけど、これ今めっちゃ好きで、でもこれちょっと高いんでね、あんまり買えないんですけど、僕の中でもう今日はちょっと紹介するためにちょっと買いました。この生チョコ&ホイップもっちりクレープですね。これなんとこの大きさでちょっと250円くらいするんで、結構僕の中でお高いスイーツですね。まあこのクレープなんですけど、まあ僕給料日にしか買わないですね、基本。これがうまいんですよ、また。
この生チョコとね、この生クリームがめちゃくちゃマッチしてて、あのこのもちもちなクレープ、これ病みつきになりますよ、本当に。うめえ。寒い時のうどんは温まりますね。うまい。はい、というわけでごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃうまかったですね。お腹も、いっぱいになりまして大満足でございます。はい、というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画までごきげんよう。